ドフラミンゴ、クロスギルドに加入する説、1100話にて描かれた、バーソロメウグマが、死に深いへと加入する描写、そこで描かれた、ドフラミンゴ、クロコダイル、ミホーク、アルビダたちが、熊の七部会入りを知るシーン、単なるファンサービスな一コマにも見えるが、このメンツ、不可解ではないだろうか。クロコダイル、ミホーク、アルビダの3人は、クロスギルドに所属しており、仲間外れなこのドフラミンゴ、熊の過去を知っている読者からしたら、めちゃくちゃ的外れなことを言っているが、もしかしてクロスギルドに入る伏線なのでは？ドフラミンゴはインペルダウンに入っているが、マリージュアの国宝について知っているという重要な伏線を持っているキャラクターのため、再登場の可能性は高い。もしかしたら脱獄して、クロスギルドに加入するという、驚愕の展開があるかもしれない。そうなったら、バギーは実力がないが、元七部会が4人という、とんでもないメンバーになりますね。